はい、お疲れ様でございます。月曜日はちょっと体が重たいなあ。炭酸置いてやった。重たいな。はい、じゃあこの重たさを消して明日から頑張れるようにハイボールを飲んでいきましょう。今日は原点に帰ってこのハンキーバニサーを飲んでいこうと思います。このウイスキーは、多分山屋で2本、2000円でまだ登録者が100人いかない時に、もう本当5、60人の時に買って、もう初期の頃に買って飲んだウイスキーだと思います。あ、思いますので、飲みました。でその時に、まあ、美味しいなと思いながら飲んで、でその間も何回2回ぐらいはまだ動画にも上げてるんですけど、その時に一番最初の時に今から考えれば50人、まあ、登録者がそんなめちゃめちゃ少ない時に50人100人以下の時に再生が2000再生ぐらいこのウイスキーでいったんですよね。不思議でしょうがない。もっと有名なウイスキーで言ってたらまだ分かるんですけど、このマイナーというか私はマイナーと思ってるんですけど、これがいったのでちょっとふと思い出して今日飲んでみようと思います。まあ時からだいぶ私もウイスキー飲んできたので印象がどう変わったのか飲んでいこうと思います。なんかハンキバニスタ、この上のランクのウイスキーも山いっぱいあったんで気にはなってるんですけど、なかなか手が出せないというウイスキーではありますね。多分上の3000円とかぐらいじゃなかったかな。3000円あったらなんかもうちょっとこう知ってるウイスキーを飲んでみたいなっていう気持ちはあるんですけど、全集中。この色好きですね。入れた時にこう淡いこうピンク色かかった色するウイスキー、色的に私その色が好きですね。はい、では飲んでいこうと思います。香り、あー、めちゃくちゃいいかもしれない。期待できます。はい、今日も送っていただいた銀影さんのビールを飲むそうです。あ、でもなんかすごいねっとりした感じのビールだね。わあ、美味しそう。ビール美味しそう。はい、では今日も皆様お疲れ様でございました。乾杯。香りはめちゃくちゃいい香りするんです。まあ香りほどにフルーティー感はないな。ただまあやっぱ蜜の味もしてますし、フルーティー感もある。でまあ多分開けてなんですけど、だいぶ経ってるんでアルコール臭はちょっと飛んでるかなっていう感じで、すごいまろやかな感じがします。これ1000円だったら全然いけますね。あ、でも夏ガブ飲みスタイルのウイスキーだなこれ。
まあその証拠にちょっと続けて開けちゃいます。ああはい、今日の、つまみはダダン、ローストビーフです。で、ホースラディッシュ、ホースラディッシュ、洋わさびですかね。これにババッとポン酢をかけて、ドバ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 、ゆずポン、ゆずポンです。ではいただこうと、ネギたっぷりといただこうと思います。やっぱネギって何でも合うな。はい、じゃあいただきます。ガブ飲み疲れが取れる。うまい。はい、今日も疲れが取れました。じゃあ行きますよ。昨日も今日も明日もうまー。